東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはスワローズの先発大谷。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。村上抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている木下。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは大谷、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が来ます。打ちました。アルカンタラ、アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。さあ、そして打席には吉田が入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。鋭い球、わずかに外れています。160キロ打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。塩見が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。インコースへのシュート決まりません。緩いボールできました。落ちる球できました。これが5球目。変化球できました。3ボール2ストライクです。これが6球目。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている岡林。ただのまずは先頭バッターを打ち取っています。初球変化球は空振りです。ファウルになります。打ちました。ここもファウルです。これが4球目。打ちました。取ってツーアウトです。バッターは3番の頓宮。ツーアウトになっています。ファウルになります。ボールカウントはノーボールワンストライクです。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。高橋が掴んで3アウトです。2回になります。ドラゴンズの攻撃、5番バッター殿崎。バッターボックスには代打の村上。最初は変化球できました。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。取ってワンアウトです。6番バッター高橋。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。初球ボール、引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは7番に入っているビシエド。ツーアウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが、4球で2アウトになっています。初球打ち、坂本が抑えて3アウトチェンジです。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。2回の裏、さあスワローズ、この回は4番から始まります。バッターは村上。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。インサイド打った、抑えた。そのまま一塁に入ってアウト。バッターボックスは5番坂本。ただのまずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、落ちる球を持ってきました。
ボール先行です。ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。ピッチャーフライ掴んでアウト。バッターは DH 栗原。ツーアウトになっています。初球ボール。2球目は何で来るか。変化球ボールになります。ボール先行です。3球目は何で来るか。インコース決まった。内へ低めに変化しました。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。フルカウントです。インサイド打った。ファウルボールです。これが7球目。いい当たり入りました。ホームラン。警戒していた相手だったのですが、サヨナラホームランを